ここドラムが埋めて、でここで止まって、ベースはおおそっち行くのねってなって、ちゃんとベースがこうついてきてくれてますね。こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ジャズの CD の聴き方、まあ楽しみが広がるということですね。まあ僕なりに、僕もジャズのファンですから、まあ僕はまあミュージシャンでもあるんですけど、リスナーでもあるので、あ、こう何回も最初わからなかった CD がすごいこういいくなったなみたいなのもたくさん経験してますし、まあいろんな聴き方を僕なりに、工夫してきたことをちょっとシェアしたいなと思っております。内容的にはですね、まあ、ジャズのアドリブの仕組みってこう、もう僕の、チャンネル見てる人は、まあ、多くの人は知ってるかもしれないですが、今日はあの自分が演奏してるビリーズバウンス、まあ、特にこうやり取りが多いものをね、ちょっとその曲を聴きながらこういう風になってるんだよというか解説をゆっくりしていきたいと思います。まあ、全体のサウンド感を聴くということですね。まあパッて聴いて皆さんそうやって聴くと思うんですけど、そのサウンド感を聴くってやり方ももちろんありですよ。で、好きな楽器奏者を覚えていってこう追って聴いていく、これは僕大学生の時に先輩に教えてもらって本当に楽しかったですね。まあ好きな、アドリブ、このサックス好きとかこのピアノ好きって言ったら、もう名前をあのゆっくりでいいから一人ずつ書いていって、で CD 屋さんに行って眺めてるとだんだん覚わるからみたいな。CD 屋さんに行ってこうこう後ろ側を見てるとですね、もう今 CD 売ってないのかな、でも全部配信なのかな、この間うちの大学で初めてCD って初めて見ましたっていう人がいましてですね、もうそう世代なんだなと思いましたが、まあ今でもやっぱりこうレコード屋さん、中古屋さんもたくさんありますから、そういうところで見ていただくと、こう後ろ側にこうメンバー、ギターは誰とか、ピアノは誰とか、ベースは誰とか書いてあるんですよね。そういうこう好きな人の名前を覚えてパッて入ってる、ちょっと嬉しかったです。でそれこう帰って買っていくみたいな。曲、ここでも説明しますけど、曲をね、好きな曲、あ、この曲好きだなと思ったら覚えておいて、そうすると好きなミュージシャン同士がその曲やってるとワクワクするみたいな聴き方ですね。あと、まあ、歴史を勉強して聴く、まあ、歴史ってやっぱりその歴史の流れ聞くとこういうサウンド感って分かるので、ソムリエじゃないですけど、これってフランスのどの地方のとかね、当てちゃう人いるじゃないですか。だからその傾向があるんですよ。こういう時代のこういう人だからこのサウンド感してるってことは多分誰だなとか、僕らツアー行ってる時によくね、CD のかけてこれ誰だと思うって言って当て合いっこすることとかあったりするんですね。長いこと車乗ってるから音楽聴いてこれ誰でしょうとか言って、このフレーズ使うってことは誰かな、でもサウンド的にはこうだし、これはベースは絶対彼だから彼と一緒に共演してるとすればみたいな感じで、やっぱこう面白いんですよ。そういう意味ではね、パズル性が高くなっていくんですけど、でそれぞれの楽器の立場で聞く、これが、まあ、エルヴィン・ジョーンズが言ってたし、僕もそれ先輩にも教わった話なので、こういう聞き方と、まあ、演奏中にメロディーを歌い続けるっていう、これはもうミュージシャンでですね、特にドラマは楽器どこやってるか分かんなくなる、自分がねこうコードとか演奏しないからね。でも僕はそれこうやって練習しましたみたいなお話をしていきたいと思います。それでは始めていきます。はい、ジャズのアドリブの仕組みということですね。今日はこの曲を聴いてこう理解してもらおうかなと。で、まあ、ハーモニーが記号化されたことによる自由な音楽っていうことでですね、もともとは、まあ、ちょっと前に菊池成良さんの本の解説の時に散々話したんですけど、バークリーのあたりがもともとスコット・チョプリがやったと言われているんですが、この F7 って書くことによって全部音をこう指定せずに、もうハーモニーの大まかな枠組みだけをこう書いておく、これをすることによって、この同じ曲でもこの F7 っていうのはファラドミのフラットなんですけど、そうするとミのフラットを一番上にしてもいいし、ファを一番上にしてもいいし、こうどういう風に音を積み上げてもいいから、この音のサウンドで、例えばピアノがこれの音とこの音弾いてるから、ベースがこの音とこの音を担当するってこともできるし、みたいなことでこう音楽の自由度が増えたわけですね。そうするとこのメロディーを演奏した後どうするかっていうと、このハーモニー記号で今度は逆にこのメロディーを今作曲していくってことをやるわけですよ。でこれがまあ非常にもっと抽象的なものが増えたりとか、あとそのミュージシャンのちょっとスポーツ性が高くなったというか、まあそういう感じはすごくしますね。
で、分かりやすいやり取りの曲もあれば、そうじゃない曲もあるんです。後で説明するんですけど、まあ、抽象的なあのアンサンブルっていうのもあるんですけど、そういったアンサンブルもそれぞれ この楽器から着目していくとですね、面白いんですね。で、今回はまあ僕の演奏で、なおかつこう分かりやすくこうやり取りをしている演奏ですね。で、僕もかなり抽象的な演奏もやるんですけど、そういうのって僕 YouTube あんま上げないんですね。やっぱりちょっとこう解説しづらいので、解説がしやすいものばかり上げちゃってるので、ただこういう反応してますよ、こういう反応してますよっていうのが分かりやすいものね。バラードとかやっぱちょっと上げづらかったりしますね。こう、全体の雰囲気でこんな雰囲気でこの音出してますよっていうのって、まあ文字化しにくいじゃないですか。というわけで、とても分かりやすく、まあ逆に言うと学生っぽく、こう、なんかこう相手のフレーズに食いついてってやってるやつをちょっと聞いていきたいと思います。はい、それではこのビリーズマウスっていう曲をかけながらね、ちょっと止めながら説明していきたいと思いますが、これまずカウントして今こうここまでいったね。今2段目で、これはギターが今メロディーを弾いてて、ピアノもメロディー弾いてますね。伴奏って書いたけど、今ハモリをつけたりとかしてましたが、で、ここからピアノはガッ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 っていう風にやってて、完全に伴奏回ってますね。こういう感じですね。で、このメロディー、これチャーリー・パーカーっていう人が作ったんですが、パズル性が高くできていて、パラバディバディルでタバダタダダタダダタダララダバラダっていう、こうタララタララって別の四分音符が聞こえるっていうかね、別のこうなんか違ったこうリズムが聞こえてくるというか、でそれに結構みんな行きやすいんですよ。なので、実際僕らもピアノはここまで行ってるって感じね。ドラムとベースは途中でやめたんだけど、タバラバリララタッタタッ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 、これ定番なんですよ。ここの1段目どう通り抜けるかみたいなのはね。で、これをだから、メロディーを演奏する人っていうのをまず最初、まあ、じゃんけんじゃないけど、ギターの、まあ、フロント楽器ですね。ギターがいるとギターですかね。サックスがいるとサックスですかね。もうサックスは基本メロディー担当じゃないですか。ハーモニー弾けないからね。だからメロディーを演奏する人を決めたら、それ以外はみんな伴奏に回るんです。伴奏はどういう風にするかって、1回目と2回目は全然違いましたね。1回目はピアノは、メロディーと同じことを弾いてて、ちょっとハモったりすることも、こうやったりしてましたね。で、ベースはそのままこう、ボン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 って2分音符を弾いていったんですけど、2回目は、僕らが1泊半で遊び始めたから、一緒にくっついてきたみたいなことをやってますね。で、ここのシンコペーションよく合わせるんですけど、こういうここもダーバラで、僕はドラムなんですけど、この伴奏なんだけど、うったダーバラダーダダダーダダツタダダって続けていくと。で、これ1拍半って言うんですけど、 1.5 拍をずっと続けると12小節だから、ちょうどワンコラスいくんですね。こうわつつたつつたつつたつつ、3割じゃないですか。だから3でずっと行くと3412で3段あるから、ちょうどここまでずっとそのリズムで行き切ることができる。これはビル・エヴァンスの、イスラエルっていう曲をやってるんですが、これもブルース、マイナーのブルースですけど、同じブルースで12小節で、これ長いことやってるんですね。だからそれを使おうかな、僕はそのカードを切ろうかな。ベースは完全に無視してますね。きたらなドンドンツドンドンツドンドンツドン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 という風にやってますよね。でベースは関係なくワンツーワンツーで、ピアノはもうギターのメロディーに対して合間の隙間をこうコードをこう弾いていくってことをしてますね。でドラムはもうそれをやめて、でドラムがワンツーワン、今度はワンツー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 とこう、2と4のところにこうライドを叩き始めたら、それが表みたいに聞こえるようにベースもくっついてきたんですね。ワンツーワンツーシーチャンチャンチャン、ベースもついてきた。でギターもついてきた。1,2,3,4 戻る。
でギターは裏から来たからワンツースリー、ここの裏で戻あの次の頭に戻るフレーズを弾いたんですけど、僕らは頭からトンとこう着地したみたいなやり方ですね。ずっとギターの今アドリブの状態で、バカ伴奏のやり方ってもいろいろあって、誰かがアイデアを出したことに対してついていくみたいなことをやっていいんですね。タラッタッタレラッタラッタ、こういうなんか分かりやすいフレーズが来たら、これマイルスのようなんですが、ワンツースリー、ここの F7 のとこでタンチャンチャンチャンっていう風にフレーズを決めるっていう、なんかこう空気、上の句が来たから下の句を行く空気っていうのが芽生えるんですね。のワンツーテッテリリテレテレレレテレテ、このジャーンってここに音をビューって伸ばすとタッ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 っていう受け答えがなんかこうこのブルースの時は生まれるんですね。でベースがやってる2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 3 4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 
では僕はもうここね、ワンツー、ここのウッターダダツタダダのここでそろそろこのベースがワンツーワンツーって流れからこうプッシュする感じに持っていきたかったんです。だからこうブレイクして、じゃあそろそろ走ろうかっていう意思表示をしたから、ベースの人もキャッチして、ここドラムが埋めて、でここで止まって、ベースはおーそっち行くのねってなって、ちゃんとベースがこうついてきてくれてますね。タバダダンタバダダンに対してピアノがいろいろ合わせたり、タッ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 っていうのに合わせて、あ、やっぱり他の人も合わせましたね。このもともと今のタツ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 タンタン、うんうんうん、チャ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 って、これはあのですね、ツーベースヒットっていうマイルストーンズってアルバムに入ってる、フレーズの引用なんですけど、これはあのもう決め事なんですね。でこれを誰かがやり始めると、タッタッタッタって合わせると、タッ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 、ここで伸ばして 2,3,4 タッタッタッタ、これがもう下の句です。で最後これが終わったから、あ、だともメロディーが聞こえてくるから、あ、もうソロが終わるなみたいな。でこの間はギターは何もしてないですね。このこれがビア、今ピアノがバドリブをやるという、これはアドリブ何回やるかっていうのは決まってなくて、こう今ひとしきりやって、あ、終わるなっていう気配を見つけると、まあ、僕らだからこう終わるなっていうのはもうここまでやられると別に目配せすることもなく、今もう完全に終わる空気になったので、あ、もう次ピアノソロ行くなっていう、どっちか中途半端な感じがするときは目配せをすることが多いですね。でももう音でほとんど次何やるかっていうのはもう、ずっと目をつぶっててもうまくできるので、ただ初めましてみたいな人だとやり方とか駆け引きがちょっとわからないことがあるので、そういうときは僕らも、やっぱりこうチラチラ見ることはあります。ただまあ慣れてるメンバーだとね、そんなもいちいちやる必要はないって感じですね。で、次はピアニストがアドリブを演奏してるんですが、伴奏を今ギターはこう担当しなきゃいけないんですけど、伴奏をしないという選択をしてるわけですね。で何コーラス目から入ってきたらぐっとこう盛り上がってくるから、伴奏をしないというのもこれも、一つの選択肢になるわけです。でベースはもうこのリズムをやりながら、でそうするとピアノが入ってこないなってなると、ドラムは、ピアノの隙間を埋める担当が僕しかいなくなるわけじゃないですか。なのでこれってそうなんですよ、こう今状況がどうなってるかによって、自分がこう喋らなきゃいけないのか、自分はあんまり喋らずにこうゆっくり見てて遠巻きに見てた方がいいかっていうのも、これも全然違うんですね。なのでこういう状況です今は。これが今1回終わって、ただこの合間を埋めてるので、僕は結構間を一生懸命埋めてます。僕
ここはダバララダバララってフレーズを、ここはしばらく聴こうかなみたいな感じで、受け答えを結構やめてますね。この辺でちょっと盛り上がってきたかな。ただドラムも増やして、でまあそのままもう、ここは多分目配せしてると思います。終わりなのって感じですね。でこのベースソロに行きました。今ベースがこれをやってますね。だからもうピアノの間はギターは全く伴奏しなかったわけですね。で今ちょろっとギターが入ったと思うんですけど、こうベースのアドリブをしてる時に伴奏をするという、方向がこうコードを弾くっていう伴奏もあるんですが、こう合いの手をこう合間にこういうのオブリガードっていうんですけど、相手のフレーズの間に隙間の空いてる時にこう対旋律みたいなのを入れるみたいなね。ピアノがバッキングしてるけど、タッタラータッタラーっていうのギターがこのメロディーの引用を弾きましたね。要は対旋律を弾いたということですね。ではドラムはこのブラシというのに、音量を下げるためにブラシというのに持ち替えて、空気感を作っています。ね、でベースがウカッカガーウカッカガー、こうメロディーを歌いながら演奏すると何が面白いかって、こうメロディーを覚えるし、でこのあここ今メロディー引用してるんだっていうところが分かったりするわけですね。またこれ弾いてますね。タッタータバダバダンダ、2回目はタッタンダバダバダンダっていうのを合わせると、要はなんか1回目弾いたら2回目も合わせたくなるみたいな、上の句下の句が分かりやすい演奏を弾けば、相手も答えてくれる可能性、こう埋めてくれる可能性もあるということですね。ギターがコード弾き始めてるからピアノはコード弾くのやめてますね。ギターとピアノってコードが結構かぶるので、なのでギターがやり始めたらピアノは弾くのをやめる。だから伴奏って言われても、だただただ伴奏するのではなくて、相手が何かやってたら自分は伴奏いいな、じゃあお休みしようかな、じゃあ相手がコードの伴奏してるんだったら自分はメロディーで伴奏しようかなみたいなことを考えて演奏します。ここでベースがこうブーンと、まあ終わりだなっていう。そうするとここがトレードって言って、ギターがこう弾くとドラムがここを弾くんですね。でベースがトットットットって弾いたということは、これはさっきのあれと一緒ですね。ここにはトットットットってフレーズが入るっていうのを、前に誰かがやってたので、ここでベースはお休みなんだけどこれ弾いてあげてますよっていうことをやってますね。でピアノがここをこうやって弾いて、ピアノがフォワーっとしたフレーズを弾いたので、ドラムもフォワーっとしたドラムソロにして、で今今度次ギターがここを弾きます。で次はピアノが今ピアノのフレーズをそのままドラムで引用して、さあギターもこういうのをこう交換っていうことで、貿易のトレードですよね。僕のやったらタラントントンタラントントンをこう引用してくれたわけですね。メロディーの分かりやすいタララっていうメロディーを叩いたので、こうメロディーが来ると次に進みやすくなる。でピアノは今ハーモニーをつけながら、でギターが弾くって分かってるから、ピアノはここを分厚くして、でここも今、ハーモニーつけてますね。ここもさっき入り口と一緒のここまでやってますね。一拍半ってやつをやってまして、でこのフレーズで終わる。
でギターが今ピアノがやったフレーズをそのまま弾き伸ばしてドラムが終わらせたという、こういった形のやり取りが行われているわけですね。ただ聴いてっていう形よりかは、こういうなんかスポーツ的な部分の演奏を取り上げてみましたが、こういったことがまあこれはものすごく分かりやすく演奏しているので、こういったやり取り、特にセッションの時はこういうことをすることがすごく多いです。はい、これがジャズのアドリブの仕組みです。なので誰かがメロディーを演奏しているとみんな伴奏に回る、伴奏に回ってアドリブをどんどん交代して、これアドリブはドラムはドラムソロっていうのもあるんですけど、よくあるトレードっていうですね、こうドラムだけになるとこうメロディーが分かりづらくなるので、4小節ずつバトルをする、でメロディーを戻るって、これがよくある、ジャズの、セッションのやり方です。はい、はい、というわけでジャズのアドリブの仕組みのご説明をしました。はい、とはいえまあこういうやり方だけがジャズではないので、ただジャズの仕組みとしてはずっと一緒です。基本的にはメロディーを演奏する人がいてアドリブを交代してます。他の人は伴奏しますが、伴奏っていうのも自分が演奏しないっていうのも伴奏の一種なので、一人だけにするっていうことも可能です。だからピアノが弾き始めたら誰も他の人は演奏をやめて途中で入ってくる、もしくは次の人の演奏のとこまで何もしないっていうこともあるんですね。で、それ合図で俺一人だけっていう風にやると、あ、ピアノ一人だけにしたいんだなって言ってみんなが伴奏をやめたりとか、リーダーがこいつだけみたいな形でやったら、そういうことももちろん起こりうるってことですね。みんなで演奏をパッとやってるんですが、この一枚の演奏だけで、この譜面だけでこの演奏っていうのは行われてるってことですね。はい、というわけでまあ仕組みがどうあれ感じるままに聴くのがいいんじゃないかなと。全体のサウンドを聞く、まあ音楽ってそうですけど、僕友達とですねワンオクのライブを見に、ね、連れて行ってもらったことがあって、で僕がこのギターとベースのこのさっきのやり取り面白かったよねって言ったら、そんなの聞いてるんですかって言われて、何聞いてるのって言ったら、まあ要は歌詞と世界観って言われたんですね。だからやっぱりこうポップスなんかは歌詞と世界観、要は音楽って世界観だと思うんですよ。聞くことによってなんかその世界に浸れるみたいな感じね。やっぱ歌詞がその世界観をこう導き出してるんだろうなみたいなみたいな感じはすごくするんですけど、ジャズの場合はやっぱ歌詞がほとんどないので、インストって言って歌詞のない歌のない音楽をやってるので、この世界観っていうのを聞いていくっていう意味では、もうなんとなくふわっとこう入り込んで聞く、全体的になんかやり取りしてるのかもしれないけど、全体のサウンド、あ、ここかっこいいなっていう感じももちろんいい。で、好きな世界観をこういう世界がいいなと思った時に、それを他のアルバムないかなって探す時は、やっぱりそのミュージシャン、同じミュージシャンを辿っていってもいいんですけど、ミュージシャンも時代によって変わるんで、やっぱりジャズの歴史なんかを勉強すると、あ、こういうサウンドのこの辺の感じのものって ないかなと思って探すときは、ソムリエじゃないですけど、本当に歴史とそのミュージシャンの特性をいろいろ知ってると、あ、じゃあこの人とこの人とこの人のアルバムのこのアルバムなんか聞くといいんじゃない なんていうのも僕らの中では結構あったりするんですね。なのでこういう全体のサウンド感を聞くのにも、聞き方がありますよっていうお話ですね。はい、好きな楽器奏者を覚えておって聞いて、さっきちょっと説明しちゃいましたけどね、まあこのドラム好きだな、名前覚えとこうみたいなね、この曲いいな、曲名覚えとこうみたいな、こういうことをちょいちょいやっていく。そしたらこう CD 屋さんに行くと、こうちゃんとこう CD をジャケ買いするんじゃなくて、今度はこうメンバーを見ながら、あ、このアルバム好きなピアニスト入ってるなとか、曲名見て、あ、この好きな曲3曲入ってる、わ、ドラムもピアノも推しの人だわってなると、もう買わずに折れないみたいなね。でジャズの CD ってそうなんですけど、本当に世界発売で1000枚とか2000枚しか販売しないこともあったりするんですよ。だからもうすぐ廃盤になっちゃったりとかしてね。だからもう手に入らない可能性もあるから、その場で必ず買わなきゃいけない。学生の時もそうだけども、もう今週これを払っちゃったら電気代を止められる、これ電気を払うお金なんだけど CD 買っちゃうみたいなね。電気を止められたら CD 聞けないにもかかわらず、でもこのタイミングで買わないとこれは手に入らないかもしれないぐらいの感じで CD 買ってましたね。はい、歴史を勉強して聞くってことですね。世界観を探しやすくなる、さっきもお話ししましたが、まあ時代背景、特に菊池成良さんのやつの本の解説もしましたけど、本当に歴史ってこうジャズの歴史って、その政治、そのアメリカのその状態とかね、状況とか、もちろんヨーロッパのジャズとかももちろんあったりするんですけど、その時代背景の政治とか、あとテクノロジーですね。要は
ピアノから要はローズピアノっていうのが開発されてできることによって、その楽器が入ることによってサウンド感が変わる。ハモンドオルガンってオルガンができることによってサウンド感が変わるみたいなね。でオルガンって普通買えないわけじゃないですか。でも教会ってね、あのパイプオルガンあるじゃないですか。あの三越とかに入ってるでしょ。あれ2億ぐらいするんですって。だから2億ってそんなよっぽどの大きい教会じゃないと無理じゃないですか。でもあのやっぱりこうオルガンでこう演奏していくために、ハモンドっていう人がハモンドオルガンっていうのを制作するんですね。そうすることによって100万200万ぐらいの単位で、オルガンが導入できるということでですね、そういうために作られてる。その音がいいってことでジャズにこう演奏にこう入れていくみたいなね、そういうことテクノロジーがあったりとか、エレキベースができるとか、もちろんピアノ自体の音の鳴りも良くなっていったりとか、そういうこうなんかこうテクノロジーで楽器の音色が変わったりとか、レコーディングの仕方が変わることによってサウンド感ってすごく変わっていくんですね。なのでこういう歴史勉強しとくと、こういうサウンド感欲しいなと聞きたいなと思った時に探しやすくなるね。でキーポイントのあるミュージシャンの影響、今度は影響ですね。例えば僕もやってますけど、マイルス・デビスとかね、ジャズのジャンルとか、やっぱもうイノベーターでいろんなサウンド感を作っていく人なんですよ。で、そのポイントとなるミュージシャン自体がこういう音楽のやり方をし始めたから、こう、ブワーってこう、それまでいたミュージシャンのサウンドも変わっていくみたいなね。はい、その音楽が生まれた意味を知ることで広がることもあるですね。音に意味を持たせていることがあったりする。まあいろいろあるんですけど、例えばパッと思いつくのはチャールズ・ミンガスのですね、有名なアルバムがあるんですけど、そのアルバムの中に、ファーバス・チビのグーアっていうのがあって、それはもうちょっと社会的な、要は黒人差別に対するそのファーバス・チジっていう人がいて、その人をちょっとバカにした。でその人の歩き方をこう、なんだか作るんですよ。このミンガスはね。でその人のための曲を作って、ちょっとこう揶揄したような感じの曲を作って、でそのメロディーがその人が関わってる違う事件に対して作った曲の時に、その知事の歩く音が出てくるんですよ。でするとこう、あ、この音はこの曲はこのために作られて、この事件にこの人が関わってるか、まるでなんかこう役者さんみたいな、この役者さん、この音自体が役者さんになってて、ここでも出てきて、ここでも出てきてみたいな、でこういろんな形を変えて出てきて、劇を作っていくみたいな感じに作られて、なんか頭いいなみたいな、そんな作り方する人もいるんですね。なのでこういうジャズってやっぱりこういろいろ勉強しながらみんな演奏していくので、そういうことを知ってることによって聞く側のキャッチする側もそういうことに気づくと、すげえな、演奏してて僕ら気づいたんですけどね、あれこれ同じメロディーじゃんって言ったら、いろいろウィキペディアとで調べてみたら、これ同じ意味なんだよっていう話にして、おお、なんか深いなと思う。それを面白いと思うか面白いと思わないかは、まあ、人によるんですけど、そういう面白さもあるんですよっていう話ですね。はい、それぞれの楽器の立場で聴くってことですね。これエルヴィン・ジョーンズの言葉ですけど、さっきのこの演奏をもうずっと自分がベースを弾いてるみたいな感じでベースの音だけしっかり追って聴くんですよ。そうしたらベースを弾いてるみたいな感じで弾いてると、あ、ピアノがこの音弾いたからついてっちゃったみたいなところが見つけれたりとか、この雰囲気になったからこの音遣いするんだみたいなの、まあ、やり取りっていうものがよくわかるってことですね。ただやり取りっていうのは具体的なものと抽象的なものがあるんですね。なので例えばキース・ジャレット・トリオなんかはこういう細かいやり取りをこう何かが誰かフレーズやったからピャーって飛びつくってことはあんましなくて、なんか普通に遠巻きに支えてるっていうことをするんですね。だからこうこのフレーズの引用があったからこういうことやるとか、そういったものっていうのは結構少なかったりします。なので結構それだと一人ずつやってってこう自分の演奏のネタになんかなかなか使えなかったりするんですけど、そういうのすごく分かりやすい、こういう具体的なことをするのは、要はセッションアルバムなんかはすごくそういうのが多いですね。こうライブアルバムですね、ライブアルバムなんかっていうのはその場で初めましてみたいな形のやつもあったりするんで、そうするとまあよくある引用をやっぱ使いながらお互いこう話をなんか温めていくみたいなことがあるので、具体的なやり取りと抽象的なやり取りがあります。絵とかもそうでしょ、分かりやすいこと書いてなんかやってる絵よりも抽象的な方がね、やっぱ高いじゃないですか。ジョン・コルトレーンとすごい抽象的ですよね。すごく演奏とかも後期特に抽象的になっていくので、そうするとやっぱり抽象的なものの方が世界観って広がるんですよね、やっぱり。だから世界観っていうものを演奏していく上では、やっぱりこうやり取りが分かりやすいものっていうのはなんかまあ広がりがちょっと奥行きがあんまなかったりとかし、だからこうもっと抽象的な演奏をすることっていうのもよくありますね。
まあ、結局は自分の肌に合うものからで全然構わないので、その具体的なものがいいっていう人と抽象的なものが最初からいいっていう人もいると思うんで、まあ、肌に合うものから、それでもエルヴィン・ジョーンズなんかはコルトレーンの演奏をなんか知り合いの人が聞いてよかったって、どこがよかったんだよ、特に CD を聞いたりするときは、それぞれの楽器で一度全部聞いて、例えばドラムの立場から聞いて、ベースの立場から聞いて、サックスの立場から聞いて、ピアノの立場から聞いて、それから最後全体を通して聞いて、そこで自分が何が良かったか何が良くなかったかっていうのを説明がちゃんとできる状態じゃなかったら発言はしてはいけないっていう結構厳しい言葉を言うんですけど、そういったことを言ったりしてますが、まあでもそんなに発言してはいけないってことはないとは思うんですけど、自分の肌に合うものからでもいいので、やっぱりこうやって一緒に演奏してるってことは、やっぱ相手の音に対して何か影響を受けながらやってるの、それが分かりやすく反応するときと、なんかこういわゆるそのこれに対してなんとなく合わせてるみたいな、その全体的なサウンドっていうのをやっぱ聞き取れるようになると面白くなりますね。まあ、たくさん聞くと音なんかも見つけることができるので、こうたくさん聞いてみてください。そしてやっぱりこうそれぞれの楽器の立場でメロディーとかも一緒にこう鼻歌でちょっと歌い、音痴でいいんですよ、そういうのを聞きながらやっていくと、あ、この曲このメロディーこれどこでも聞いたなと、このフレーズどこでも聞いたなっていうのがつながってくると、まあ面白くなるんじゃないかなお話です。はい、演奏中にメロディーを歌い続けるですね、演奏してる人で、まあ、曲をロストする人におすすめです。ドラマーって特にこう演奏中にね、どこやってか分かんなくなるみたいなね、でこれも僕ずっとあったんですけど、で別に何をしたかってやっぱり曲ね、CD を聴いてる間中ずっと同じメロディーを歌い続けるですね。だからこのメロディーはね、このちょっとやってみますね。バリ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 リ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 テレレテテレレレテレレ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 で取れ取れへんやないかって感じなんですが、こうやってちゃんとメロディーを頭に鳴らして声が出ないからね。でもこうやって、知らない曲なんかはこうやってね、 CD で最初にこの譜面とかをこう売ってるじゃないですか、黒本で。でこの黒本をこうやって見ながらこうメロディーをこう鼻歌で歌って、間違えても全然いいからずっとこれができるということですね。どこやってるか分かんなくなったら頭に戻る、ずっとそれを繰り返して最後まで通せるようになったらその曲だいぶ覚えてるよっていうやり方ですね。これ非常にいいかなと思いますね。そうすると演奏の繰り返しのどこやってるか分かる。僕ね、だからこういうのすごいたくさんやってたんで、まあ、知ってる曲なんかだと曲の途中からかけてても今この辺だっていうのはすぐもう 2,3 小節で分かりますね。結構ね、他の楽器の人でコード楽器やってる人よりも早く分かったりするんで、この曲何度かの曲だよねとか言ったらよく分かるねって言われたりしますが、こういうのをたくさんやるとできるようになったりします。なのでぜひやってみていただきたいな。まあ、こうメロディーをこういう風にずっと歌えると、あ、メロディーが来たから次こうかなとかいっぱい予測することもできるようになるので、こういう、練習をしてみると、だからね、こう聞き方もこういろんな聞き方があるということですよね。はい、ということで、深い音楽は、まあ、深い、他の音楽が深くないと言ってるわけじゃないんですけど、それぞれやっぱりポップスでも歌謡曲でも深いのはものすごく深いものもあるし、深くない音楽っていうか、こう単純にメロディー一発みたいな、いいメロディーだねっていうのも、それはそれですごくこうその方がいい時もあるじゃないですか。だから楽しみ方いろいろですけど、まあ、クラシックやジャズって深い音楽って言われるんですが、まあ、ジャズでも深くないものもあれば、深いものもあるし、いろいろですが、
深い音楽っていうのはやっぱり感じる、いろんな感じ方ができるので、まあ、感じるだけ、もう聞いて雰囲気がいいなだけじゃなくて、こういうこう、あ、なんか音に対するこう、なんていうの、パズル性みたいなものとか、こうやり取りとかって、そういうものとか、なんかいろいろこう歴史的な背景とか、なんか書き、もう日本の和歌の掛け言葉じゃないけど、他の曲からの引用をすることによって膨らみを持たせているとか、こういったものがいっぱい詰まった音楽なんですね。アドリブしてるって言っても、やっぱりこう何もないとこからはやっぱできないので、やっぱ自分がたくさん聴いてきたものの中から知ってるものをこう引っ張り出して、それをこうつなぎ合わせて自分の歌い方にしていくっていうことはよくあるんですね。全く何もないところから全部作り上げるっていうのは基本パーカでもないって言われてますから、まあ、パーカでも7割ぐらいはもう出来合いで、自分でも練習で作ってきたものが7割で、でインスピレーションでその場で作っていくものが3割みたいな感じだと思うんですね。だからアドリブって言っても、もうよく自分が聞いてよく使うフレーズっていうものから組み合わせていくと、やっぱり一曲の中にたまに本当に1割2割っていうところで、自分でも演奏したこともないし聞いたこともない音が頭の中に浮かんで演奏に反映されることってあるんですよ。そのためにやってるってことがあって、でそれがやっぱスカブリのままライブ一回もそういうことが起こらずに終わるってこともあるんですね。まあ、それはそれで、その時たこうやり取りが楽しければいいかなとも思うし、今までの引用ばっかりで終わっちゃうことももちろんあっても、その時でしかできない引用になるわけじゃないですか。なのでそういうのも面白いかなということですね。なのでこう、まあ、見た目分かりやすいこうやり取りっていうのが、まあいいかどうかっていうのはそれぞれ皆さんいろいろあると思うんですが、やり取りが分からなくても、なんかこの音に対してこの音の使い方いいなみたいなのを感じれたら、本当に楽器演奏しない人でも面白いんじゃないかなっていうふうに思います。というわけで、ジャズたくさん、ぜひいろいろね、こう名盤っていうところからぜひこういう聴き方をしてみるとなんか発見があるかもしれないので、ぜひ聴いていただいて、もし何かあったらコメント欄に書いていただけたら嬉しいなと思います。私のチャンネルは、こういったジャズのこう面白さとか、今まで気づかなかった面白さとか、ドラムのやり方とか、そういったものを、演奏してみたなんかっていうのをいっぱい上げてますので、よければ、気に入った方はぜひチャンネル登録、いいねボタンなんかもお願いしていただきたいなと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。